ファビオ・クワリアレッラは、イタリア・カステッ・ラン・マーレ・ディスタービア出身のサッカー選手。UC ・サンプドリア所属。元イタリア代表。ポジションはフォワード。日本では、翻訳者によって、クワリアレラと表記されることもある。1999年、トリノ FC にてデビュー。レンタル遺跡で当時、セリエ c にを戦っていた、アクフ・フィオレンティーナでのプレー経験もある。 2005年にトリノが破産するとその年にウディネーゼカルチョへ移籍し昇格したアスコリに保有権の半分が売却されアスコリにてプレーする2006年7月15日 UC サンプドリアへ移籍ワルテル・ノベリリーの監督のもとフランチェスコ・フラーキを書いて苦しむチームにおいてブレークし13ゴールをマークして注目を集める 2007年6月21日に、ウディネーゼ完全遺跡で復帰。アントニオ・ディナターレラと共に攻撃的なサッカーで、ゴールを量産。2009年6月1日に遺跡金1600万ユーロの5年契約で、SSC ナポリへ遺跡。13得点を挙げる活躍を見せたが、1年で、退団した。2010年8月27日、ユベントス FC へ。 レンタル移籍ユベントスは、ナポリに、レンタル料として450万ユーロを支払い、さらにシーズン終了後に1050万ユーロを支払う、ことで完全移籍させることができる契約となった。開幕からレギュラーとして活躍し17試合で9ゴールと、好調を維持するが、2011年1月6日のパルマ、FC 戦で、右膝前十字靭帯を損傷。 残りのシーズンを棒に振り、好調だったチームも次第に失速して7位に沈んだ。シーズン終了後の6月22日に、ユベントスに完全移籍その後は、アレッサンドロ・マトリア・ミルコ・ブチニッチ、カルロス・テベス、フェルナンド・ジョレンテといった FW が加入して H を失ったものの、一定の出場機会を得た。2014年7月18日、 フルスの鳥の FC へ完全移籍。移籍金は300万ユーロ。2016年2月2日、退団したエデルの後釜として、フルス UC サンプドリアへ、買取義務付きのレンタルで復帰。2017年8月21日に行われた2017から18、シーズン開幕戦のベネベントカルチョ戦で2得点を、上げ好調のままシーズンをスタート。 2018年1月21日の悪クフ,フィオレンティーナ戦において、ハットトリックを達成し、最終的に当時35歳で、キャリアハイとなる19得点を叩き出した。2018年9月2日、ナポリ戦で、バックヒールボレーでゴールを挙げ、このゴールは2019年のプスカ首シュ賞に、ノミネートされた。2019年1月26日、 セリエ A のウディネーゼ戦で2ゴールを決め、セリエ A11 試合連続得点を達成し、1994から95シーズンに、ガブリエル・バッティス・トゥータが打ち立てたセリエ A 連続、試合得点記録に並んだ。その後も好調を維持し最終的に26ゴールを決め、36歳ながら、セリエ A の得点王に輝いた。2019年12月7日、2021年まで、 契約を延長した。2020から21シーズン、リーグ最終節のパルマ戦で、リーグ戦500試合出場を達成、この試合で1ゴールを挙げるなど、シーズン中は、リーグ戦33試合で13ゴールを決めた。イタリア代表では、2007年6月7日に、対リトアニア戦で2ゴールを決め解消したことから、この年の遺跡史上では話題を呼んだ。 ユーロ2008のイタリア代表メンバーに招集された。2010FIFA ワールドカップのメンバーにも選出され、グループリーグ最終節、スロバキア戦では、後半1分から交代で出場し、アディショナルタイムに、見事なループシュートでゴールを決めたが、チームは2から3で敗れて、グループリーグ敗退となり W 敗連覇はならなかった。 その後2015年を最後に代表には招集されていなかったがサンプドリアでの活躍により2019年3月の UEFA ユーロ2020予選の2試合のメンバーに選出された23日のフィンランド戦には後半35分から途中出場し2010年11月以来3048日ぶりの出場を果たすと 続く26日のリヒテンシュタイン戦では、先発に名を連ね、PK により2得点を決めた。この36歳54日でのゴールは、2008年6月に、クリスティアン・パヌッチが記録したイタリア代表の最年長得点記録を、約11年ぶりに塗り替えるものとなった。ありがとうございます。